皆さんこんにちは、総会局の久保です。今日はマスターマインドのチームで、沖縄のこのブセナテラスに来ています。今日皆さんにお伝えするのは媒体力についてのことです。媒体というのはイコール発信する力、そして発信する力というのはイコール集客の力なんですよね。こうほとんどの方がこの媒体を育ててないがために集客できずに、せっかくの商品が売れないと、せっかくの思いが伝わらないという現象が起きています。では集客力、いわゆる媒体力はどのように身につけていけばいいのか。まずここには自分の得意な媒体を一つ持つということがあります。例えば Facebook、 ブログでもいいです。メルマガ、 YouTube、まあ、Twitter ですとかホームページ、こういったものですね。最近は LINE アットというものもありますけども、あなたが発言をしたときにそれを何人の人が受け取って読んでくれるかなというところがスタートラインになってきます。で、我々の発信する情報には主に4つの段階があります。今自分がこの4つの段階のどこにランクしているのかっていうことをしっかりと認めていただかなければ、ここは進んでいかないんですよ。例えばですね、最高なのは高額で売れる段階ですよね。高額というのは10万とか30万とか50万で買っていただけるような情報発信をあなたができるかどうかということです。次はですね、低価格なら売れるような情報発信、1000円とか5000円です。こういった情報発信、場合によっては1万とか2万円の低価格のラインであなたの情報が売れるかどうかという、そのラインにいるかどうかということを認識していくことです。次なんですけども、ほとんどの人が自分はここだと思っているラインがあります。実際は違うんですけどね。それは無料なら受け取ってもらえる情報発信のレベルなんですよ。無料なら受け取ってもらうと、この時代はですね、無料でも受け取ってもらうことが非常に難しい時代に入っています。ということは、あなたがブログやメールマガジン、ただだから読んでもらってもいいだろうという気持ちで書いている限りは、あなたの情報は無料でも受け取ってもらえません。この段階に自分がいるかどうかということをですね、認識しなければならないんですが、本当はですね、ほとんどの人が次の段階です。情報発信をお金を払わないと受け取ってもらえないような段階です。要するに、これ読んでくれる？お金払うんでっていう形なんですよ。そのぐらい人は無料のものにはもう興味を失ってるんですよね。それは無料のものに価値がない、こういったものが氾濫してしまったからなんですよ。でも同じ情報発信でも数十万とか数百万で売れるものが未だに普通の人から発信されてるんですね。この段階のどこにいるかということで攻め方が変わってきます。 YouTube で攻めるのか、ホームページで攻めるのか、ブログで行くのか、メルマガで行くのか、こういうふうにですね、どの媒体で行くのかということが変わってくるんですよ。当然ですね、闇雲に進めてもダメです。戦略を立てて見込みとなる人が見たくて見たくてしょうがないようなんですよね、書き方があるわけですよ。そしてその書き方を浪したところで、伝えてる内容が真実に読者さんの利益につながらなければ読んでもらえないわけですよね。で、次回からですね、どのように読者さんがこれはすごいなと、価値があるなと感じさせるジャンルを決めていくのかというお話をしようかと思います。本日はですね、媒体の大切さについてお伝えしました。ありがとうございました。